ルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマリアム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。味方の兵を束ねれば強力な突撃を行いましょう。ご命令を。分かった。みんな私に続け。やしゃせい。止まってください。なんでこんなところに穴が。これは水。いや、油だ。ルシタニアの奴ら俺たちを火攻めにする気だぞ。何なのだこれは。ダリウン。国王陛下はわしの王国と言うやアルスラーン殿下を探しろ。おい、いたぞ、パルスの犬だ。かもしれぬが守って差し上げよう。わかりました。オジュー、エクバターナで再会しましょう。俺と会ったのが運の尽きだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。いたぞ、パルスの残党だ。やっ
しまえ。クワードでアルスラン殿下をお見かけしませんでした。どうした？知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めはせんぞ。障害物を取り除く他はなさそうですね。崩れた部隊を立て直し突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ、バフリーズ。貴様余は貴人としては恥を知らぬと思うてか。明日勝つために今日の恥をお忍びください。それに王妃様のおられる王都を敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。の排除完了しました。ようやく先に進軍できるが、殿下はご無事だろうか。国王が逃げたぞ。アンドラゴラス三世だ。逃げた。兵を捨てて腐敗の王が逃げた。パルスの軍旗は泥にまみれた。取り返しがつかぬ。まずい。兵たちに動揺が広がっている。おい、大丈夫か。ダリューが、アルスラーン殿下が。殿下だと。おい、殿下はどこにおられる。はぐれてしまったのですが。あちらへ、ルシタニア軍が近くにいます。早く殿下を。お主は確かシャプール殿の元にいた。アルズバーンのうち、マヌーチュルフ殿とハイル殿、それに戦死なさいました。さっきシャプール殿は、シャプール殿までのやることを浮かべ、俺が退却の手を伝えず死になったので、全軍の士気が下がカーラン、なぜだ。ゆえあってのことです。悲しく哀れな王子、あなたは何も悪くないが、ここで
死んでいただこう。何のことだ、カーラためを思えばこそアンドラゴラスを王位から追う企てに加担したのだ。